広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回ですね、 SNS でお金を稼ぐ、小遣いを稼ぐ方法について軽く話をしていきます。あまり興味がない人も雑学教養になると思いますので、最後まで見ていただけますと嬉しいです。知ってる人からしたらメジャーな内容なのですが、知らない人もたくさんいますので発信させていただきます。 SNS もたくさん種類がありますが、お金を出して買えるものを紹介している動画や記事、ブログをよく見かけると思います。ネットで配信しなくても皆さんも私生活で友人などと会話しますよね。どこどこの店の服がね、可愛くてさ、あの店のケーキが美味しい、この家電の性能が最高でさとか、この前セールで安かったからあれ買っちゃったんだよねみたいな、日常的に会話ってすると思うんですけど、すごい楽しいですよね。でもその会話は友人などとの楽しいひとときを過ごす思い出的な感じ、会話のネタで終わってしまいますよね。これがリアルな人との会話ではなく、ネットでしかも不特定多数の人に発信するとお金がね、稼げるのです。自分もやっていますが、Amazon で今月買ったおすすめの商品とか、セールで激安、売り切れる前に購入必須とか、今月買って良かったものみたいな感じで、男女問わず様々な商品動画や記事で紹介して、みんなも買ってみてねって感じでやってるじゃないですか。よく見ますよね。そんな動画とか記事見たことありますよね。あれって本当に自分が使ってみて良かったから見てくれた人へ紹介したいという親切心やいい人感満載で発信しているわけではないんですよ、すべてが。実際のところは、そりゃいいものをね、紹介したい気持ちはゼロではないですけど、9割以上の発信する理由は、お金が稼げるからです。残りの1割は、自分が発信したものが売れることで、社会への影響力を感じれる自己肯定感を上げるためとされています。まあ自分の影響力で商品が売れるとか、快感ですからね。気持ちいいわーってなりますよね。で、どういう仕組みでお金を稼げるかですが、実は簡単なんです。商品紹介の場合は、必ずと言っていいほどその商品を Amazon や楽天で買えるリンクがあると思います。その URL をクリックすると商品販売ページに飛びますよね。で、必要であれば商品を購入するといった具合です。でもリンク先の商品を買っても販売代理店やメーカーにお金が入るのではと思いますよね。確かにそうなんですけど、それだけじゃないんです。どの URL をクリックして商品を買ったかを Amazon や楽天はしっかり記録するシステムがありまして、誰のリンクから買ったか分かるようになっているんです。ですから、私の紹介した商品の URL から商品が売れると、お、広く浅いチャンネルさんのリンクから売れたってなるわけですね。で、販売に貢献してくれたわけですから、少しばかりのね、報酬を Amazon や楽天からいただくことができるんです。Amazon ではアフィリエイトではなく Amazon アソシエイトと呼んでいます。同じ意味なんですけどね。ネットショッピングが始まったかなりね、昔からあるシステムです。最近では動画やリンクをつけてやってる人がすごい多いですよね。多いですよねっていうか、全てですと言った方が正しいかと思います。ネットの動画、記事を広告のリンクから商品を買うと、その動画、記事、広告を作った人にも分け前が入っているんですよね。でもその金額は決して多くはないです。がっつりじゃないです。例えば1000円の商品が売れたとしましょう。報酬額は約 2% くらいなので20円くらいもらえますね。え、少ないと思いました？でも毎日1000円の売り上げだと1日20円なんで月に600円くらいですよね。でも頑張って月に20万円売ればどうでしょう。月に4000円になりますね。結構いい小遣いになりますよね。4000円、塵も積もればなんちゃらって感じですね。さらにインフルエンサーとしての影響力がもっとね、強い人だと毎日50万円とか売るわけです。そうなると1ヶ月で1500万円も売るので、その 2% ですから30万円ぐらいにね、なる計算になりますね。これはすごいですね。インフルエンサーの方はこうやって稼いでいるわけです。僕は底辺 YouTuber なんで、月にね、売上はだいたい月にだいたい20万円ぐらいなので、まあ、もらえるのは4000円ぐらいなもんです。それぐらいの報酬をいただいている感じです。1000円いかない月もありますけど、まあ、十分にね、小遣いになるので、もうやめるとかはね、考えられない感じになってます。あとですね、 URL をクリックしたリンク先の商品が売れなくても、そのまま Amazon の中をネットサーフィン検索して全然関係ないね、商品をカートに入れて売れた場合も報酬がその人に入るんですね。 Amazon にリンクしてくれたっていうのが大事で、報酬が入る仕組みになってます。しかもその効果は数週間も続くそうで、知らず知らずに皆さんはインフルエンサーの方のリンクから Amazon とか
楽天とかをネットサーフィンして買い物すると、その 2% を報酬として与えていることになります。本当いい仕組みを考えてくれてありがたいです。このアフィリエイトのことを知らなかった人、今からでも遅くはないので始めてみましょう。むしろ動画の時代はこれからもどんどん加速していきますので、今からでもやっておいた方がいいと思います。 YouTube やるなら動画の収益にねプラスして、アフィリエイトも合わせてやっていきましょう。あ、そうそう、1点だけね注意点があります。 Amazon アソシエイトは審査がありまして、 YouTube でやる場合はチャンネル登録者数が500人以上はいないと、この人は影響力が見込めないという理由で審査が通らないのでご注意ください。動画を頑張って社会への影響力を少しつけた段階で審査に申し込むと合格できると思います。自分も登録者500人以下の時に何度もね Amazon に申し込みしたんですけど、ことごとく落ちていて、まあ、よく調べたら500人いなかったんですよね。その時ほんと恥ずかしいです。無駄なことしてました。はい、この動画で少しでも皆様の知識、雑学の少しでもね足しになれば幸いです。このチャンネルではジャンルを特定せず、車関係が多くはなりますが、バイク、アクアリウム、ガジェット、ペット、植物、日用品などひたすらかっこいいと信じている僕の趣味の世界を広く浅く紹介発信しています。ほんの少しでも共通の趣味だったり興味を持っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ嬉しいです。いろんなことやってるんで、趣味を探している人は新しい趣味を始めるきっかけにもなるかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。さよなら。